ということで、前回に引き続き、同期ロックの切り替え機能についてのお話をしていきたいと思います。前回、同期ロックの切り替えはこういう時に使うツールですよみたいなお話をしたんですが、その続きというか、こういった使い方もできますよみたいなお話をしたいと思います。はい。ということで、まず最初に動画を取り込みますと。で、動画を取り込んでいただいたら、まず取り込んだ動画ですね、の中で一つ選んで、最適なシーケンスを選ぶか、新しいシーケンスを作りますということで、シーケンスを作ったら、まず動画を取り込みますと。いうことで、動画を取り込んでいただいたら、前回は、この取り込んだ動画に、対して音楽を入れるときに同期ロックの切り替えを使うと、動画を、音楽を切らずに動画にできますよみたいなお話をしましたと。例えば、これ一つの動画の、シーンなんですが、例えば、この動画に、ちょっと分かりにくいので、他の動画を入れますということで、そうですね、何でもいいんですが、例えば、一つ動画が、で、例えば動画をインサートするときに、今これシーケンスの中見てもらうと、この今配置している動画の下に音楽のクリップを入れたトラックがありますよと。で、ここに例えば新しく一つの動画クリップをインサートしようとしたときは、見てもらうと、このような感じで、動画が切れてしまいますよと。で、これだと、動画は印刷されたんですが、下の、この BGM まで一緒に切れてしまいますよと、印刷されてしまいますよと。いうことで、これを防ぐために使うのが、この同期ロックのオンオフという機能ですよと。で、この同期ロックの切り替えをクリックしてオフにしてあげると、インサートするときに音楽の方は切られずに済みますよというお話でしたということで、これ例えば音楽もそうだし、例えばテロップを入れるときも同じかなというふうに思いました。何でもいいんですが、例えば一つ、何でもいいんですが、動画にテロップを入れますよとしたときに、この、このテロップが例えば動画に配置されてますよとしたときに、このインサートをしてしまうとちょっと困ったことになりますよと。例えばこの2つの動画の間にインサートをしようと思ったときに、インサートすると、これテロップが2つに切られてしまいますよという状態になりますと。で、これだとまずいですね。この場合はこうやって、例えば切られた後のクリップを消して、伸ばしたりとしたりすると思うんですが、ここで同期ロックのオフを使ってあげますということで、この V2 のトラックの同期ロックをクリックしてオフにしてあげるとどうなるかというと、こうなりますよと。この V2 のトラックは同期ロックがオフになっているので、動画が、クリップが切れずに動画が下の V1 だけ、VHH だけ動画が印刷されましたよという状態になりますということですね。なんで今回のように、例えば、ここですね、V2 のテロップと A2 のこの音声、こういったもの、固定されたものが、
上に配置されている時に中にインサートしたいという時に使うのがこの同期ロックの切り替えというものです。はい、ということでここに差し込んであげるとこうなりますよということですね。で、まあこれ前回もお伝えしたんですが、まあこの場合は同期ロックの切り替えでもいいし、これはトラックにロックをかけてあげることも一つです。まあどちらも良し悪しがあるかと思いますので、状況に合わせて使い分けてみていただくといいんじゃないかなというふうに思います。はい、ということでまた次回いろいろとお話ししたいと思います。